皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。ご先祖様と一緒、江戸タン実況プレイパート98。前回なんと偽泥棒が使っていたのはスタンガンだったという推理にたどり着きました。今回はそのスタンガンの対策について話すところから始まります。さて、スタンガンの対策をどうするかだけど。スタンガン？いや、事件の犯人が持っている恐ろしい道具のことなんだけどね。こう、バチバチっと雷みたいなものを発生させる装置なんだ。それに触ると、衝撃のあまり気絶しちゃうんだよ。キサラズは雷そんなに怖くないっていうか、鳴ってるとちょっとテンション上がります。ごめん、怖がらせるつもりじゃなかったんだ。でも対策って言ってもここは江戸時代だしな。電気を通さない絶縁体みたいなものあるのかな。パッと思いつくのはゴムと竹ぐらいしか。でもゴムなんてないでしょ。確か竹は絶縁体だったような気もするけど、まさか竹を体に巻きつけておくわけにもいかないしな。何か役に立ちそうなもの持ってなかったかな。はい、ここで登場。おたまさん、ありがとう。そうだ、これを使えば。それは着物ですか？うん、しかも綿入りのね。綿？分厚く綿を詰め込んだ服ならスタンガンの電流を軽減できる。確か僕の父さんがそんなことを言っていたはずだ。綿入れておくと雷様から守ってくれるんですか？私欲しいです、綿のたくさん入った着物。ごめんね、今はあげられないんだ、この着物。それより綿の量がちょっと不安だな。何せあのシンゴロウさんが一撃で気絶させられる威力だ。カンナ、できればもう少し綿を足しておきたいけど。綿ですか？私お裁縫も習ってるからそのぐらいならできますよ。おりんちゃんすごい。ほんと？ね、おときちゃんだったらね、できたとしてもすごく雑な仕上がりになる気がするな。でも足すための綿がなくちゃどうにもなりませんけど。後ろにさ、背景に大きい壺が見えるじゃないですか。あの下の座布団めちゃくちゃ綿詰まってそうなんだけどな。あれとかもらっちゃダメかな。足すための綿か、ちょっと探してみようか。調べてみようか。壺、高級に違いない壺がかなり無造作に置かれている。こういうのって普通は床の間とかに飾るんじゃないのか。畳の上に。なんでこんなところにポンと置いてあるんだ。これは壺の下に敷いてある。これまた高級そうな座布団。この中には当然ながら綿が詰まってるよな。こういう事態だ、ちょっとだけ借りてしまおう。ということで、高級座布団を手に入れた。屋敷から拝借した綿がぎっしり詰まったふかふかの高級座布団。ごめんね、勝手に持ってきます。よし、この綿を使えば着物を強化できそうだ。ということで見せましょう。おりんちゃん、これなんだけど。これは座布団ですか？この中に詰まってる綿があれば着物に足せるかな。なるほど、はい、大丈夫だと思いますよ。勝手に使っちゃ大丈夫じゃないかもしれないけど。それじゃあ座布団から綿を出して着物の中に詰めますね。
おりんちゃんは一生懸命針と糸と格闘している。結構綿詰めるのなんか簡単そうなんだけどな。スラスはちょっと訳あって昔学校のねちょっとあれでチャイナドレスとか縫ったりしたので。でもさおりんちゃん、よかったの？何がですか？そのお屋敷の座布団を勝手に分解して綿を出しちゃって。お前が言うなよ、未来くんが持ってきたんじゃないか。まあ持ってきた僕が言うことじゃないんだけど。いいんです、だって未来さんが困ってたんですから。私は未来さんとお徳さんにすごく助けてもらいました。だから未来さんたちが困っているときは私が助けてあげたいんです。お屋敷の人に叱られたら後で私が謝っておきますね。本当にいい子だなおりんちゃん、ありがとう。おりんちゃん、後でおときちゃんに一言伝えおこう。怒らないであげてねって。おりんちゃんが叱られないように取りなしてもらわないとな。はい、出来上がり。これでいかがですか未来さん。うん、バッチリだよ、ありがとうりんちゃん。ということで今日は綿入りの着物、今日は綿入りの着物ん？よくないけど綿を詰め込んだ着物、こんななら電流にも耐えられるかもしれない。未来さんのお役に立てて嬉しいです。私おっと、タイミングよくおときちゃん登場。は、未来さん、こんなところに。それにおりんちゃんも、もう起きて大丈夫なの？はい、もう平気です。そうですか、それは安心しました。それで、おっちゃん、お父さんとの話の方は？はい、張り込みに人手を貸してくれるようにお願いしてきました。10人ほど、腕利きの人たちを都合してくれるみたいです。本当に？最初はあまり乗り気じゃなくてダメかなと思ったんですけど、偽泥棒の話をしたら面白がって人を借りられることになりました。面白がっちゃダメでしょ。面白がってか、親子だなやっぱり。でも今すぐにというわけにはいかないみたいなんです。江戸の市中で藩士を大勢動かすのはなかなか大変みたいで、いろいろ手回しをしてからになるんです。それは仕方ないね、人手が増えただけでよしとするか。いきなりな頼み事だったしね。私は準備ができてからその人たちと一緒に越後に向かいますね。やっぱりおときちゃんも張り込みに参加する気なんだね。何言ってるんですか、未来さんの事件なんですよこれは。岡っ引きの私が行かないでどうするんです。まあそういうことになるんじゃないかと思ってたけど、でも腕利きの藩士10人と一緒に来るなら問題ないか。お、なんだ未来くん、おきちゃんの身を案じてたわけですね。僕といるよりもそっちの方が安全だろうし。わかったよ、それじゃあ後で越後屋で会おう。僕は一足先に越後屋で張り込みを始めておくよ。私が行くまで偽泥棒を捕まえたりしないでくださいね。捕まえなくても一人じゃ無理だと思うよ。気をつけてくださいね未来さん。ありがとうりんちゃん、準備は整った。いよいよ偽ひょっとここぞうの取り物だ。造園が来るまで先に越後屋で張り込みをしていよう。その前に八丁堀に戻って今市さんに報告をしておくか。ということなので戻りましょう。八丁堀同心屋敷へ行きたいけれども直では行けなかったよ。はい、やってきました。今市さんの部屋に。まだ風なのかな、長引いてるな。お、未来か、その表情、何か進展があったの？わかりますか？
顔がこわばってるぞ。いよいよ取り物ってとこか。その通りです。俺も行きたいが、お前に任せると言った以上そうもいかんな。話だけでも聞かせてもらおうか。わかりました。では話します。張り込みについて。今夜から偽泥棒を捕らえるための張り込みを始めようと思います。張り込みということは？はい、偽泥棒が狙いそうな品物を見つけたんですよ。もう見つけたのか。やるなお前。実はその品物というのがまた奇妙な縁なんですけど、僕が未来から持ち込んだ品物なんです。何？未来からだと？指紋検出セットっていう指紋を調べるための道具なんです。誰もその使い方までは理解していないみたいですけど。そいつはまた偶然というか、なんというか。でも偽泥棒がその噂を聞けばきっと狙ってくると思います。できればどうにかしてその品物を取り戻したいんですけど、まずは偽泥棒を捕らえてからですよね。盗まれちまったらどうしようもないからな。で、奉行所からはどれぐらい取り方を動員するんだ？それがお奉行様の許可がもらえていなくて、今のところ鉄之助さんに任せてる状態なんです。おいおい、そんなことで偽泥棒を取り押さえられるのか？その代わり異国藩から10人ほど人を借りられることになりました。腕利きの人たちだそうなので大丈夫だと思いますけど。異国藩から？お前のために人を出してくれるのか？あの打診の大名にそこまでさせるなんて一体どうやったんだ？強力なコネがあったおかげとでも言うべきか。まあいい、それならなんとかなるだろう。しかしその偽泥棒ってのはつくづく奇妙なやつだな。そんな何とも知れぬ品のために盗みを働こうってんだから。確かに珍しいものばかりを盗んでいく偽ひょっとここぞ。その目的は一体何なんだろう？偽泥棒の目的、珍しいものを狙うってことは本人自身価値が分かってないってことですからね。知らないもの、価値の知れないものをリスクを負ってまで盗みに行く理由。偽ひょっとここぞの目的、一体何なんでしょうね。目的？そりゃやっぱり金じゃねえのか。人様のものを盗むやつは大抵金が目当てだろう。そうですね。でも偽物が盗みを働いた過去の事件ですけど、お金より品物の方を優先して盗んでたんですよね。それに昨日異国藩の屋敷でもお金は盗まれてませんでしたし。珍しい品物を売ってお金に換えるつもりなんじゃねえか。それはありそうですけど。でも珍しいからこそ値がつかない可能性もあるじゃないですか。でもやっぱりお金を直接盗む方が効率良さそうですよ。となるとそういう品物を集めるのが目的ってことか。いわゆる収集家というやつみたいに。そういう趣味の範囲で住んでいれば可愛いんですけど、偽泥棒は盗みを入るときにスタンガンを使っている。そういう品物を使って悪事を働こうとしているのだろうか。とにかくこれ以上の犯行は絶対に阻止しないといけないな。今市さん、それじゃあ僕はそろそろ。あ、取り戻ったな。気をつけるんだぞ。前にも言ったが、一番危険なのは取り物の最後の瞬間だ。お前は武芸の心得がないんだから、決して無茶をするなよ。はい、取り押さえるときは異国藩の人たちに任せることにしますよ。それからもう一つ、この前の事件の時も言ったが、悪人を捕らえるということはそれほど簡単なことじゃない。誰かの罪を暴いた分だけ俺たちも何かを背負わなければならん。
何せ相手は最悪死罪になるかもしれないんだからな。そうなんだよね。だが悪も正義も罪の判断も全てはそれぞれの立場次第だ。そこには明確な基準なんてものはありはしねえ。だからこそ俺たちは自分でそれを定めなきゃいけねえんだ。自分で?些細な事件に対する目こぼしってのもそれだよ。自分の基準で判断し、どういう対応が最善かを考える。未来、お前も考えとけよ。何が自分にとっての最善かをな。わかりました。なんて、これは俺の親父殿からの受け売りなんだが。まあそう難しく考えるな。要するに、己の思う悪人は厳しく取り締まれってこった。はい、頑張ってみます。選別だ、こいつを持っていけ。これは、今市さんの太陽線じゃないですか。ああ、俺が同心の役目に就いた時に父親から譲り受けたものだ。ちょっと神々ですいません。でも、こんな大切な家宝をどうして僕に。まあ、なんだ。お守りみたいなもんさ。最初に旗本屋敷で会った時は頼りないやつだと思ったが、今じゃ立派に同心の務めを果たしてやがるじゃねえか。偽物じゃない。本物の同心ってやつをあの偽泥棒に見せてやれ。今市さん。今市さんの声が適当すぎて本当申し訳ない。僕、絶対に偽ひょっとこ小僧を捕らえてみせます。その面前と気合がありゃ奴も捕らえられるに違いねえな。今市から受け取った、さんから預かった帝王家に代々伝わる家宝、今市さんの信頼の証。ああ、じゃあ健闘を祈るぜ。ということで、今回今市さんにご報告したところで一度区切りたいと思います。次からはきっと取り物が始まると思うので、もしくはその準備ですねになると思うので、ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回いよいよ取り物に進んでいきたいと思います。それでは。